皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの中山です。今日は全身を使った有酸素運動を行っていきます。まずは体を温めるために足を大きく上げてウォーク行っていきましょう。少し体が温まってきましたら、まずは足を肩幅より 1.5 倍ぐらい開いていただいて、お尻をしっかりと床に近づけるスクワットの運動を行っていってください。ある程度スクワットができてきましたら、次は腕をつけていきます。下がるときにしっかりと前に出して、上げるときにグッと引いていきます。この際に背中に広背筋が背中の広背筋がしっかりと寄せられることをイメージしてください。ではこちら8回行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、はい、8回です。では休まず足を動かしていきましょう。次はリズムスクワットを行っていきます。足を右左と出したら、最後しゃがむようにしてください。これをリズムよく行っていきます。これも8回行っていきます。いきます。1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3。はい、終了です。いかがでしたでしょうか。寒い冬、体を温めるために有酸素運動を行ってみてください。あとデトックス効果もありますので、女性の方はぜひ続けてみてください。それではシェイプアップ TV チャンネル登録よろしくお願いします。